手のひらの中、これはヤロもアジアでしょ。これは南洋アジア、これは台湾でアジアの中の、これはアメリカと、手のひらアメリカと台湾関係あるよ。まあ道時は手のひらの台湾の、そういうあんまり日本人のなんかわからないからおかしいね。なんか皆さんようこそ、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。一番まともな主張をしてるかなって思ってます。はい、要するに台湾っていう、今台湾中華民国じゃないですか。中華民国ってそもそも 中国大陸の政権なんですね。で、じゃあ台湾って何なの。今中国大陸は中華人民共和国があって、これが世界が認めている国家になってるわけです。で、中華民国何かっていうと、国という名前はついてますけど、国家として認められてないんですよね。だから国連にも加盟できない。じゃあ台湾の人たちっていうのは何人なの。中華民国の人じゃないわけですよ。中華民国という国自体が世界から承認されてないわけですよ。じゃあ無国籍なの。え、じゃあ政府ってどこにあるの。警察はどこの国の警察なのってなっちゃうじゃないですか。だからそれをそのもう一回占領統治の時代に立ち返って台湾政府を作ろう。だから台湾民政府って書いてますけども、要するにあれ台湾政府なんですね。台湾政府を作ろう。で、実は米軍がバックアップしてるっていう話なんですけども、それって本当の意味で中国大陸と切り離した台湾の独立のための運動をしているということになるんじゃないかな。だから台湾の独立のためにという団体はたくさんありますけれども、今の中華民国っていう政権の枠組みの中では、その日本国にあって、我々日本国民が日本国独立同盟を作って、日本国独立だって言ってたって、日本国政府から見たらお前らバカじゃんとしか言いようがないわけですよね。ところが日本国政府のとは、全く別に、新しい例えば日本の国の政府を名乗って、それを作ろうとしてるってことになったら、多分また違う流れになる。実はそれは前例があって、沖縄はそうなんですね。沖縄って琉球政府があったんです。沖縄には。で、米軍が占領統治するのにあたって、アメリカ人は日本語分かりませんから、琉球政府を作って、琉球政府を通して間接統治をしたんです。だから、沖縄返還っていうのは、アメリカが日本に沖縄を返したというんじゃなくて、アメリカが政治を委ねた琉球政府が日本に帰ってきて、日本の一員になったってことなんですね。要するに独立するためには独立の受け皿となる政府が必要になるわけで、それを作ろうっていうのがこの台湾民政府さんの活動になる。だからそれは趣旨としては素晴らしいなと思うし、そういう意味では応援させていただいてる。で、そのでまたその本当の意味で台湾が台湾として独立していくためには、やっぱり台湾の人たちみんながそういう気持ちになっていかなくちゃいけないわけで、なんとなく曖昧になっているものをもう一回はっきりさせていくということはどこかでしていかないといけないと思いますね。だからこれ今台湾の話ですけど、日本だってそうなんですよ。日本には北海道、本州、四国、九州がありますよ。北海道、本州、四国、九州ってどこの国の領土なんですか。ここ本州ですけど、この本州はどこの国の誰の領土なんですか。なんとなく日本国の領土だってみんな思ってると思います。じゃあ日本国憲法にここは日本の領土だって書いてありますか。領土主権がないんですよ、日本国憲法には。どこにも書いてないんです。じゃあ領土主権を持っていない政府って何なのってなっちゃうじゃないです か。 だからそういうやっぱり原点に返って考えてみると、おかしな部分とか出てくるわけで、それをはっきりさせていこうっていう運動であれば、それは真っ当な運動ってことになるんじゃないかなと僕は思ってます。だからこそ応援させてもらいたい。彼らが今日来たのはどういう理由ですか。彼らはね、仙台で慰霊 の東日本大震災 の被災者たちの慰霊のためにということで食事をして、さらに復興のためにのということで100万かなんか100万かな、その寄付をして、でさらに今日8月15日なので、ここで参拝をして塩で参拝をしてっていう、そういう活動で、彼らの主張は
我々台湾の民は日本の民である、我々は日本人だという主張が一つある。だから太平洋戦争で亡くなった英霊たちっていうのは自分たちと同じ仲間たちなんだという気持ちが思ってらっしゃる。だから政府の代表団、今日はナンバー2の方も来てましたけども、政府の代表団の方が今日ここへ来てずっと一日ここにいたわけですよね、はい、で星が入ってるでしょ、星はアメリカですね。だからあの旗はある意味非常にこう地上的な旗でもあるわけです。アメリカの占領下にある元日本国民だっていう旗ですから、だからその意味では非常にこう涙を誘う旗ではあるんですね。だから台湾が本当に独立をするってことになった時にあの旗を使うということではない。ただ今の状態をまず分かってくれよというのが今の彼らの最大の主張になるわけです。